実はあの退任前からですね、ずっと内容についてはいろいろ考えてはいたんですけれども、退任してみるとやっぱり随分考え方も変わってきますし、お集まりいただく皆さんの、が非常にヘテロな集団であるということに気づきまして、この連休後にも全部やり直したということです。でちょっとスライドが多くなりましたので、テンポよくいきたいと思います。じゃあしばらくお付き合いください。でまず私 の, まあ、個人的なヒストリーで、先ほど平家先生からもお話がありましたように、私は、今京都にいますけれども、佐世保で生まれて18歳で大阪、そしてその後宮崎、そして熊本大学に行きまして、それで今京都ということです。で、このその当時 の, そのコンピューターの流れというのはメインフレームがあって、でここでマイコンというですね、ものすごく懐かしいレトロな響きの時代がありました。今はパソコンと言いますけれども、で、その後ネットワークが出てきて、で、広域ネットワーク、インターネットということですね。でインターネットっていうのは使えるようになったのは93年ぐらいからなんですね。まだ20年ぐらいしか経っていないということです。で、まあ、高校、そして大阪大学基礎工学部に行きまして、医学部、大学院、そして外科に行きました。で外科で、まあ後で述べますけれども、途中で兼任を させられたという時代がありまして、医療情報の方もやった。そして95年に、母校 の最初の教授になった。でそれ以来、熊本、京都というふうに移ってきたということです。でここ の空白の部分がありますけれども、それは京都で浪人をした1年間ですね。まあ、高校時代の仲間と、これが私ですけれども、でこの2人は京大に行って、彼は旧大、そして私は阪大ということになります。でそれからこの2番目の空白、これは製造業に1年間勤務しておりまして、ここですね、小倉にいました。で、まあいろいろ思うところがあって、医学部に行こうというふうに考えたわけです。でもう一つ大きなイベントは、大学院の時に結婚しましてですね、2人子供がおります。で家内は先ほどご紹介ありましたように小児科医です。で、宮崎医大の生理科学教室の松尾久幸先生、おととしでしたか、物価功労者になられましたけれども、その学研究室の下で学位を取得しています。これがその時の論文ですけれども、まあ、吉原紀子で、ここですね、南の神川松尾で、これはノーベル賞をもらうかもしれない人たちなんですね。で私の、論文の中でこういうふうなビッグネームと一緒に書いたのはないので、ぜひノーベル賞を取ってもらって、家内には自慢をしてもらいたいと思っています。で、まあ、まあこういうふうなバックグラウンドですので、まあ、当然、アカデミックにはライバルということで、研究生活を続けていってもよかったわけですけれども、まあまあ、子育てと、それから臨床をやるという選択をしてくれまして、で私を基本的にサポートして、くれました。もうこの場を借りて感謝を述べたいと思います。ありがとうございました。で、その後ですね、教授になって手術でもなかろうということで、2年後に最後に手術をしたんですけれども、これが最後の手術でした。で以来一度もメスを握っておりません。で、まあこの、まあ、ストーリーをずっと考えていた時にですね、いろんな人たちに、お世話になったというか、指導をしていただいたということに改めて気づかされたわけです。で、いろんな人たちがいますけれども、まあ、基本的に老人ですね。なんですけれども、まず最初に父です。で、これは会社を辞めようと思った時に非常に悩みつつですね、相談をしたんですね。で私は医者になりたい、で迷惑をかけること分かってたわけですけれども、で断れるんじゃないかと思ったんですが、最初で最後の手紙をくれまして、でそこにもう思い切りやれと書いてあったんですね。で一言がなければ私は今ここにいないと思います。でその後、大学院の医学部の大学院の生理学の教室で学んで学位を取りました。
で外科で、いろんなことを教えていただいた小笠先生、そして、隣の外科のですね、勝木先生、これはまあ、後で述べますが、そして熊本大学では牛尾先生ですね、そして、当時宮崎大学学長であった木下学長にもものすごくお世話になっています。そして、京都に来るきっかけを作っていただいた田中先生ですね、田中、移植外科で有名な先生ですけれども、まあ、こういう方々にいろいろとお世話になりました。でまず、宮崎大のその第二生理の教授三原先生なんですけれども、私がここで学位を取ったんですけれども、血液凝固機構の数学モデルの試みというですね、三原先生はそんなものは俺にはわからんと、ただ、環境と金を出すというふうなことを言われました。で以来私は、大学院生に対しては全く同じことを言っています。で口は出さない、金は出す、それから環境を出すと、で要するに勝手にやれということなんですね。で、その研究を支えたのは実はこのコンピューターなんですけれども、まあ、これは後でまた詳しく述べたいと思います。でそれから古賀教授、もう非常に手術の上手な方でした。で、実は和田教授よりも前にアメリカでですね心臓移植手術をされているんですね。そういう先生です。でたまたま、古賀先生がですね病院長をされたんですね。でその時に、お金がつきまして、周りを見渡したらそのコンピューターをやっている人間がいると。で、私がやってたのは微分方程式をコンピューターで解くということをやってたのに、同じコンピューターだから病院情報システムも大丈夫だろうと思ってたわけですね。それがまあある意味不幸の始まりだったんですけれどもで途方に暮れて、で京大に、どうしたらいいんでしょうという相談に来たんですね。でそれが、これです。で私の手帳にですねその記録が残って、これが拡大ですけど88年の2月24日に京都病院北口近衛通り東近衛インターカーと書いてあります。で、ここで、平川先生と高橋先生が、今の、旧、泌尿器科病棟ですねに、医療情報部がありまして、そこで、一日お塩をいろいろ教えていただきました。でこういうことがあります。これが最初の京都大学との接点になります。で第一外科、隣の外科の勝木教授、この先生はですね、まあ、電算導入の時の責任者ということになられまして、導入の、まあ、上司になるわけですけれども、まあ、大体第一外科、第二外科とか第一内科、第二内科、仲が悪いのはそうが決まってるんですけれども、まあ、大体そんな感じだったんですけれどもで、まあ、小川先生が偉いのは、まあ隣の勝木先生は非常に有能な方でしたので、まあ、ここにアサインしたということで、その結果ですね、例えば私のトップ年、ですから荒木先生のトップ年でこういうふうな論文を出してるんですね。その時にここが勝木というこの、これはちょっと騒然となったようですけれども、まあ、こういうふうな論文が出てしまったということです。で、まあ、今でも親しくお付き合いをさせていただいて、でこの木下先生、この先生は脳外科の先生で、まあ、ちょうど私がこういうことをやっている時に学長をされていました。で、実は京都大学 の初代の総長木下弘次ですかね、先生のひ孫にあたる方です。でそういう意味でも何かしら京都大学との縁を感じてしまいます。で、非常に厳しい方でしたけれども、ネットワークの開発の時に財政的な援助をされたりとか、まあ、最後に私が最初の教授になりましたので非常に喜んでいただきました。で、熊本大学の脳外科の教授牛尾先生ですけれども、当時3年間の在籍中に病院長をされていまして、まあ、いろんな意味で後ろ盾となっていただきました。で宮崎から熊本に割愛するときもですね、散々宮崎から断られたりして半年ぐらい、5回ぐらい通われたという話を後で聞きまして非常に恐縮しました。
京大に行くときは逆に非常に心よく送り出していただいたということです。そして田中先生、まあ、よくご存知だと思いますけれども、まあ、異動のきっかけになった方ですけれども、非常にクレバーな方で、まあ、仕事を振る名人です。で、医療情報部の部長と思って行ってみたらですね、3つの事例をいただきまして、経営企画部安全管理ですね、とかいう感じだったんですけれども、まあ、その当時執行部明確なものはどうもなかったような感じ、まあ今ではよりはかなりバクとしたものだったんですけれども、まあ、そちらで、私と黒田先生とかですね、何人かの先生にですね、仕事をどんと振るっていうふうなことをされていました。で、まあ、非常にプレッシャーが大きかったことを覚えております。で、まあ、このような人たちに大変お世話になりながら来たわけですけれども、まずコンピューターがどう変わってきたかを少しおさらいをしてみたいと。で、まず、時代から言うとですね、1970年代っていうのは大型計算機しかなかった時代です。で、もちろんミニコンと言われるですね、ミニコンといっても、まあ、非常に大きなものですけれども、そういうふうな時代ももちろん並走してあったわけですけど、基本的に大型計算機で、私が阪大にいた頃は、目の前に基礎工学部の目の前にですね、大型計算機センターというのがデーンと立っていまして、なかなかそこは入れない。で、たまにこう入れてもらっても、プログラム書くのにものすごい時間がかかるような、そんな時代でした。で、そうこうするうちにですね、医学部に入りまして、確か4年生ぐらいの時だったと思うんですけれども、内科の試験で、非常にこう記憶力を問うような話が出てきたんですね。問題が出たんですね。それで全然わからなかったので、いや、こんなものは知識ベースを作ればいいというふうなことをいっぱい書いて出して通していただいたことがありますけどで、でまあ、じゃあ実行しようということで、その当時トレーニングキット80 TK80 というね、1976年発売のものが出たわけですけども、これを使って知識ベースを作りました。これは後でちょっと、それから大学院の時代、まあ、さすがに微分方程式はこれで難しいので、この HP85 というものを使いました。で、その後、これが、まあ、ある意味運命的な、コンピューターですね、 Mac プラス、これが出てきた。でも、この時の衝撃は今でもよく覚えています。で、現在 MacBook Air、それから iPhone という時代に今なっていて、ネットワークももう Air になってしまっているということですね。で、これが、どういうふうに機能が進化したかというのを、まあ、見てみますと、まずメモリーですけど、 TK80 はメインメモリーが 2.5KB ですね。 2.5KB って何ですかそれみたいな話ですが、ワードプロセッサーでファイルをセーブしただけでも下手すればメガになってしまうんですよね。で、2.5KB ってほとんどゴミですよ、そんな状態です。で、外部記憶装置はカセットテープですよ。音を記録するやつです。で、それを1秒間に300ビットでピコ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 いう音を記録するという時代。なのに26万円ですよね。で、デフォルトで 1.5K だったので、これはあまりにもこれはひどいということで、1K だけ秋葉原に行って買い足したんですけれども、それが3万円です。1K ですよ。信じられませんけれども、で、それが HP85 になるとわずか3年後なんですけれども、 32K のメインメモリでも 32K ですね。で、 8bit の CPU です。で、130万円。で、これは自腹です。自腹で買いました。で、 Mac プラス、これも自腹ですけどだいぶ下がりますね。メインメモリは 2MB になります。で、当時 2MB ってもう無限に広い空間のように思えたんですね。で、そこで、いろんなマトリックスを展開して、計算するということをもう嬉しくてたまらない状態でやっておりました。でも今 MacBook Air 17万円しかしないのに 8GB のメインメモリーがあって、外部記憶装置は 512GB から2TB、まあ、大体300万倍、外部記憶装置は10万倍ぐらいになっているということですね。で、値段はこれですよね。
ですからもうほとんどもうめっちゃくちゃ下がっているということになります。で、TK80 ですけれども、これで、知識ベースを作りました。内科の教科書で 140×8、まあ確かこれは病名が140ぐらいで 80の症状とかそれから検査の結果とかですね、そういうふうなものを、まあ、マトリックスを作って、でそれをこのメモリーの中に入れて、そしてそれを検索するというプログラムです。でただこの余談がありましてですね、そのグループのうち3人は国立大学の教授になっていますけれども、一生懸命そういうその内科の教科書を送って集めて、そしてそのデータを作って、まあ、これは完成したんですけれども、もうその過程で覚えてしまっていたという、何のために知識ベースを使ったのかこういう、そういうこう非常に面白い副作用があります。でそれから同じものを使ってですね、シンセサイザー、これローランドのシンセサイザーを持ってたんですけれども、これがそうです。コントロール部と鍵盤のところをですね、もうノコギリで切ってしまって、そしてこの中身をですねずっと調べて、どういうふうになっているかを調べて、そして、まあ、これとつないで、まあ、シーケンサー自動演奏装置ですねを作って、実際に、バンドで、ライブで使ったりしていました。そのバンドの名称が地球防衛軍と言います。で、地球防衛軍のメンバー確か来てると思います。あ、来てますね、ベースが来てます。今、宮崎大の病理の教授をやってる人ですけれども、これは初期メンバーです。で、これは同じ1期生が書いたポスターですね。で、作ったのが井村君ですが、今作家として活躍してまして、まあ、眼科医でもありますけれども、石黒明陽かな、死と日本というのでデビューした災害小説ので、まあ、コンスタントに今いろんなものを書いているという人です。で、まあ、これが当時の、これ私ですけども、あ、片岡先生来てますよねこれ、まあ、こういうふうな活動をしておりました。で、HB85 ですけれども、これはまあ130万円ぐらいしたんですけれども、これは内蔵ベーシックを持っていまして、非常に使いやすいコンピューターでした。で、これを使って、まあ、システムダイナミックスなどを使ったシミュレーションをやっておりました。で、なぜその、こういうシミュレーションをやろうと思ったかというとですね、講義を聞いていて、例えば生理学とか生化学で、何とかというエンザイムが増えたらどうのこうのと、だから、ここは、このサブスタンスが増えたり減ったりして病気が起こると。でもそんなに簡単かと。で、他にもいろいろ影響が出るだろうと。全体で一体どうなってんだろうっていうのがよくわからないなと思っていたので、じゃあ、定性的な話ではなくて、定量的な話にし持ち込めないかと。例えば風が吹けば桶屋が儲かるという話がありますが、風が吹いて埃が立って目が見えない人が増えて三味線がたくさん使われて、皮を三味線に使うので猫が減って、でネズミが増えて、そして桶をかじる、だから桶屋が儲かるという話なんですが、じゃあ風速50メートルだったら桶が何個減るかという話ですよね。10メートルだったらどうやと。それが分からないと生理学でも何でもないんじゃないかというふうに思ったわけです。で、じゃあそういうのをちゃんと定量性を持たせようということになります。そうすると埃は風の関数ですね。だから埃は風が立つ、ビュンビュン吹くと埃も増えるみたいな関係があります。で、それをずっとやって全体で桶が、埃がどんだけ立ったら桶が何個減るかみたいなことが解けるんじゃないかというふうなことを考えたわけです。で、それを無謀にもですね、血液凝固システムに当てはめましてですね、で、まあ、血液凝固っていうのはいろんな内因性の因子とか外因性の因子が活性化されると最終的にフィブリンができる、溶けている状態から固まったプリンみたいなものになって血液が固まるという
現象ですけれども、これを全部微分方程式に置き換えて、そしてそれを解くと。でそうすると実際に例えば凝固試験と同じ条件を与えて時間をこう見ていると、フィブリンがこういうふうにピューッと立ち上がる。で別の凝固試験、プロトロンビンタイムというやつですけれども、これだったらもっと早くピューッと立ち上がる。非常に定量的に分かるような感じになってきました。でまあそれを推し進めていって、最終的にはこれで私は学位を取りました。これがその論文です。これを見ると分かりますように非常に長い論文ですね。でまあよくぞまあこんなものをアクセプトしてくれたなというふうに今思い出すとちょっと冷や汗が出てきます。でマッキントッシュプラスメモリーが2メガです。ですから最初が 2.5 キロバイトだったので、ものすごく広大なメモリーなんですね。で、まあ、これを使ってさらに大きなシミュレーションをやったりしていったわけですが、やはりこのマシンが一番、私にとって印象に残っているのはネットワークに使えるということですね。でこれがもう最も大事なことだったわけです。で、シミュレーションの方ですけども、先ほど微分方程式の山みたいに書きましたけども、もうこの当時はですね、ステラというアプリケーションがありまして、例えばこれPDA という新規定の一種ですけれども、そういう循環のシステムをこういうふうにグラフィカルにずっと定義していくと、自動的にこういうふうに微分方程式が立てられて、でそれもさ自動的に解いてくれる。でそうすると例えば血圧の変化っていうのがこうなるとかいうのが分かるという仕組みがもうすでにこの当時から発売されています。今も、それは世界中で盛んに使われております。で、ネットワークに関して言うとですね、このこちらになるわけですけれども、病院情報システムとそれから研究支援ネットワーク、この両方を並行して やろうということだったんです。で当時おそらく他の大学はこれだけしかやってなかったんですけれども、宮崎はネットワークをやるよということになりました。それで、一つはまあフェニックスという名前を付けました。これは病院情報システムです。でフェニックスというのはこういう木ですね。これは宮崎大のすぐ前に生えていますけれども、それからもう、このフェニックスのシステムはですね、当時、今日多分富士通の方もおられると思いますが、富士通のシステムを使っていまして、いわゆるグラフィカルユーザーインターフェースではなくてキャラクターベースのやつだったんですね。で、まあ、オーダーエントリーシステムです。で使うキーはまあこれぐらいに限られる、あとは受信機だけですね。で、非常にユーザーインターフェース悪い状態でした。で、その時関係していたのはまあこの古賀先生、勝木先生だったわけです。で、もうその時はすでに、マッキントッシュを使っていましたので、いやこんなもんじゃダメだということで、例えばこれオーダーエントリーシステムというのはこういうふうなものじゃないとダメだよというふうなことをですね、実際に動く仕組みとして作って、これはモックアップ のシステムですけれども、これでもってそのベンダーさんにしょっちゅうプレッシャーを与えていたということです。で、ネットワークの方ですけれども、これは木下先生が非常にサポートしてくださいました。で要は、まずは病院の中、大学の中でどこに行っても、例えばお互いに連絡ができる、今だったら当たり前のメールですね。でそれから当時はですね、まだパブメドみたいな無料のデータベースでありませんでしたので、 CD ロンメッドラインというものがありました。これ毎月こう CD が送られてくるんですね。でそれをまあ検索するわけですので、これはスタンドアローンのシステムだったので、これをですね大学全体で使えるようにしようと。で今よく考えるとイリーガルだと思います。でそれを平気で、やろうと決めて、しかもそれでもって論文会で発表してますからね。ゾッとしますけれども、で、まあ、これはパームと。でこうパームはこれです。で、まあ手のひらっていう意味もありますので、まあ、ネットワーク資源を自分のそれぞれの手のひらにっていうふうな、まあ、そういうふうな意気込みですね。で、まあ、この2つの相性でやったわけです。で、まあ、PARM っていうのは、まあ、データベースをですね、もう、まあ、今頃やっと
この10年間でやっとできるようになったと思うんですけども、当時からやろうということで、フェニックスから引っこ抜いたデータを研究利用しましょう。で、あとメドラインを使えるようにしよう。で、ファイル転送とかメールやろう。で、あとリモートコンピューティングもやろうという、非常に欲張った話でした。で、これをご覧になって、ああ、懐かしいと思われる方は、相当なマニアだと思いますけれども、この当時、フォンネットというのがありました。で、要はこの後ろのシリアルバスかなんかにですね、これをつなぐ、つないで、この電話線ですね、でもってこう、ディジーチェーンで、重つなぎにしていくと、お互いにネットワークができちゃうという仕組みです。で、ただ非常に遅いです。230K の速度です。今は1ギガとかですね、100ギガとか、そんな話なので、うんと遅いんですけども、これは画期的だったんです。で、トップス。これ知ってる人は、ちょっと手を挙げてみてください。お、いた。あ、いた。すごいですね。これを使った時の感動は今でも忘れられませんけれども、要するに、フォンネットでつないでトップス入れておいたら、お互いのマシンをクロスマウントできてしまうんですよ。で、しかも、一種のファイルサーバーみたいな感じなんだけれども、しかもですね、向こう側にあるアプリケーションも見えますので、それをダブルクリックしただけでこっち側で動いてしまう。そういうふうな仕組みです。で、これをやろうということで、失礼しました。まずはシングルゾーンでの、その医学部の中で、ネットワークを作ったわけですけれども、この黒い太い線、これが、内線網の電話線です。電話線の余ったものが必ずあるんですね。それを使って、なんとかやろうという。で、その時に、アボック西村の長友さん、今株式会社アボックの社長をされておりますけれども、と出会ったわけですね。で、長友さんと2人で、やったと言っても過言じゃないと思います。で、相当苦労しました。で、本来、つながって見えるはずなのになぜか見えない。で、通信の波形を見てみると、本当はこういう区形波であるべきなのに、こんな風に見えるんですね。じゃあこれ何かノイズが入っているということで、これをずっと病院中 のシステムを切ってもらったりいろいろしたんですけど、結局ポケベルのキャリアですね、ポケベルの基本周波数は実はこの 230K 近くにあって、でそれが干渉していたということです。で、ポケットベルをポンと切るとこれがこういうふうになった。で、ちゃんとポンと切るということが分かりました。で、それでポケットベルシステム切るわけいかないので、じゃあしょうがないということで、じゃあイーサネットにしよう。で、ところが、これを要するに自分たちでやるわけです。で、ものすごく嬉しそうな顔してますけれども、実は肉体的には非常に大変でした。これ10ベース5のやつ、これトランシューバーここにありますけれども、これも懐かしいと思うことがいっぱいあると思います。こういうことをずっとやって、Do it yourself でやってたんですね。で、バンバン拡張していって、でこれは途中に置くルーターなんですけれども、これを事務の人たちと一緒に、で、これはマッキントッシュをいっぱい仕入れてきてということですね。で、最終的にはいろんなサービスが並んでいて、一応病院内を全部カバーするというところまで持っていったということです。で、この当時フェニックス側は、ネットワークではなくて、大型コンピューターがあって、そこに同軸ケーブルみたいなもので、コンピューター、ダムターミナルがつながる、そういう時代だったわけです。で、一生懸命苦労しているところですね。で、これが多分一番最終形だと思います。で、3つのビルに、全て、配線を終えて、それで、みんなが一生懸命使うという時代になりました。で、これは、CD のベッドラインを、使っているところですけれども、これはタイトルですね。これ確か、日本医療情報学会で発表したものです。で、その時は誰からもそういうことは指摘されなかった。で、CD-ROM をいっぱいつけて、そしてそれをネットワークで共有しつつというふうなことですね。最終的にこれが相当の数になったと思います。で、教育ですけども、これ今90年の7月となってますけども、教育っていうのは年譜でも分かりますように、
まだ私は、医療情報学とかそんな関係ない状態で、外科の助手だったんですね。でだったんですけれども、こういうその部屋をですね確保しまして、そしていろんな先生方を引っ張ってきて、薬理の先生とか数学の先生とかですね、いろんな人を引っ張ってきて、学生さんにですね、学生側もこき使ってちゃんとこういうアナウンスをして、それで、もうこの内容をちょっとご覧いただくと分かると思いますけども、今現在リテラシー教育各大学でやってますけども、それと同じようなことをもうすでにこの時始めています。で最初の学生さんは全部8人ぐらいいたと思います。でそれからあとは、これぐらいの時代には、ISDN が盛んに使われるようになった時代ですね。これ64Kのスピードが出る、電話線の一種ですね。まだインターネットっていうのはちゃんと使えない状態なの でこれを使って、あと VNC 仮想端末のソフトがあります。これ Timbuktu というものがありましたけれども、これも多分皆さん懐かしいと思われると思いますけども、こういうものを使って、遠隔医療をやっていました。遠隔地の、レントゲンとか CT を、大学側で読影するということですね。でこれは一番印象の強かった学年ですね。非常に活発な学年でした。で、やっとシーガーミーティングが始まったことになりますけれども、シーガーミーティング最初に大橋先生からご紹介いただきましたように、95年なんですね。私の記憶ではその前の年にもちょっと非公式なものがあったような感じがしているんですけれども、95年です。で最初28名で、一番ピークの時が、280名です。でこの時は他の研究会も合同だったので330名ぐらいだったと思います。でそういう一種の電子カルテバブルのピークだったと思うんですね。でそういう時代がありました。で、それから今までに続いているということです。でカウントしてみますと、京都では3回、これも含めて3回で、北海道、沖縄で2回で、残りを、宮崎でやっているという状況です。でこれが最初の、第1回のミーティングの時の記念写真で、ほぼカバーしていると思うんですけど、それぞれに、相当変わった人の集まりなんですけれども、その後ですね、この人たちは、大学にそのまま残ってしまったということですね。他の人たちは、いろんなところに行ったということです。で、第1回のシーガヤミーティングの中身を見てみますとですね、これは非常に面白かったですが、MMLSG95 フォーマットとして叩き台を作るということで、私と矢畑先生の、担当になっています。でその内容がこんな感じですね。で今日午前中に話があったシリアライズの話がありましたけど、なんかちょっと見た感じで、タグがあって、そして値があるというふうなものの繰り返しになっています。でまだ、いわゆるXML 的な話はまだ出てきておりません。でここで、図がありますけれども、違う施設があって、こうフィルターと書いてありますが、要はMML の生成装置ですよね。それを通って、ネットワーク通って、これは多分インターネットだと思いますけど、で他の施設にでそれをしかるべく読み出すというふうな考え方です。がもうこの時すでにあったという。でそれでじゃあこれでもってバーチャルホスピタルを作りましょうということになって、これは結局は成功しなかったと思うんですけど、後でちょっと違った形で成功していますけれども、それぞれ、担当があります。外科は大江先生、東大の大江先生は確か外科の出身だったので、あの当時はまだ講師だったと思います。で、いろんな懐かしい人がいっぱいいますね。ちょっとご覧いただければと思います。で大橋先生若いですね。でこの方尾上先生、東大の工学部の方だと思うんですけども、ご退官のあと、この時はもうすでに理工の
株式会社リコーの最高顧問かなんかだったと思いますが、市外ミーティングによく見えておられました。まだ今でもお元気だそうです。で、市外大の永田先生って皆川さんですね。やはり若いですね、みんなね。こういう人もいました。こういう写真もなかなか面白いですね。でそれから今日お見えになっている方いっぱいいると思いますけれどもですね、九島さんです。でこれはシーガイアの、オーシャンドームという今も閉鎖されたあの施設があるんですけども、ここで懇親会をやってですね。でまあこういうパターンがだいぶ続いたわけです。でこれはちょっとしばらくしてからだと思いますけど、これ荒木先生ですね。MML バージョン 2.3 の発表かなんかの時だと思います。で、まあ、MML ができていったということです。で、MML っていうのは要するに EHR を実現するためには、まずその自分のデータ、例えば私がいくつかの病院にかかっていて新しい病院に行った時に、ここの電子カルテは空っぽなので、今までかかったところ全部こう見えるようにしたいということですね。でその時に、まあ、診療データがどこにあるかということと、それから互換性、そして、見ていいのか悪いのかというアクセス制御、これをやらないといけないんですよ。まあ、そういうことをやるための仕組みです。で、この開発のきっかけになったのは貝原先生、東大の貝原先生から、我々若い人たちを呼んで、いただいたんですね。でそれがきっかけになったんです。でその時大激論があったんですけども、まあ、一つの方法として、国家版唯一の電子カルテを作ればいいというふうな考え方で、もう一つはいやいやそれはもうすでにいろんなところでいろんなものができてしまっているし、競争がないといけないのでアプリケーションはもう競争してもらいましょう。でただしデータはやはり共通のデータが必要でしょという議論が一方でありました。でこれは大体若手が言ってたんです。それで結局、まあ、その末、まあ、データの共通化をしようということになりました。で、まあ、できたものがこれですね。で、まあ、これは後に、3に変わるわけですけれども、で、まあ、最初のあれが始まりまして、95年に SGML 版ができて、そして99年に 2.0 ができて、そして2002年に 3.0 ができたということになります。で今、最も使われているのはこの3.0 です。で、データレベルで統合するって方法はどうすればいいのか。で95年の時のアイデアっていうのは、まあ、カッコ付きで、タグを置いてデータを書くという考え方だったんですけども、まあ、本格的なやり方っていうのが2000年になって提唱されました。でそれが XML、Extensible Markup Language という、表現の仕方ですね。でその表現の仕方に従って、作られたものがメディカルマーカップランゲージというものを作られたということです。で今皆さんはあまり意識してないかもしれませんけれども、例えば電子商取引であるとかですね、図書館とかいろんな分野で実はバックグラウンドで XML は飛び交っているんですね。でそのうちの一つです。で、まあ、具体的にどういうことかと言いますと、まあ、一つの病院からもう一個の病院にデータを送りたい。ところがデータベースの構造が全然違ったりします。なので PDF とか紙で例えばファックスで送っても、これはコンピューターはこちら側は分からないのですね。なぜか、それは、コンピューターはこの項目が一体何なのかっていうのが分からない。なので XML ではコンピューターが分かるようにデータの前後にこういうふうなタグをつけましょうということですね。でここにデータをはめ込んで、で送る。でそうすると、無事データが格納される。でこちら側のインターフェースでもって、それぞれのところで見ると、これ、まあ、自由に見ることができるわけです。で、まあ、こういうことを、まあ、97年ぐらいからずっとやっていて、それで最初にできたのがバージョン 2.3、 先ほど荒木先生ができたって言ってたあのあれですね。でその後、まあ、HL7 とのハーモナイズをしようということで HL7 の
CDA という企画があるんですけども、その CDA 企画の中にはめ込んだような形で MMA3.0 をやりました。で、今日午前中の議論で小林先生だったかな、なんかものすごい衣が多い、このデータはここなんですけどね、非常に衣の厚いあのとんかつみたいな状況になっているという話がされていました。まさにその通りだと思います。で、実際のデータを見ますとこんな感じなんですね。この赤いのがデータで、黒いのは全部タグです。おそらく 80% 以上タグなんですね。なので非常にあのこれは重たいですから、通信をしてそれでもって中それをこうきれいに見せるという作業をするわけですけど、まず通信の時にあの時間がかかってしまうという問題があります。で、特に2000年代当初はあの通信の速度も遅いし、コンピューターの処理能力もあまり大したことなかったので、 XML でもってやり取りをしたものを、表現するというのはなかなか重たい感じがしました。でも今はほとんど問題ない状況になっています。で、MML の構造はですね、こういうふうにあの基本情報から始まっていろんな病歴とかいろんなものがあるわけですが、全部で13個あります。で、それに、今回介護連携、介護在宅連携パスも表現できるような構造を作るということで、今日の午前中ですけれども、あの合意を得たということです。ですから、一応あのカルテに書いてあることはほぼ全て表現ができます。で、しかもあのきちんと構造化されていますので、後でそれを再利用することが可能になっています。で、もう一つ重要なことはアクセスコントロールですね。で、EHR の場合っていうのはその病院の中でのデータのやり取りはなくて他のところにも飛んでいきますので、このカルテがちゃんとしかるべく、閲覧されないといけないですね。だから見ちゃいけない人には見せてはいけないです。で、そういうことをきちんと、書く必要があります。で、例えば京大病院が、マイコネットに送り出しているデータでこういうふうにですね、この×っていうのは他の病院にも患者さんにも見せないというデータなんですね。これは診療科は、この診療科はそういうふうになっています。で、例えば病名は三角になっていますけれども、これは、他の病院には見せるけれども患者さんには見せないという選択ですね。まあ、こういうふうなコントロールができるような仕組みじゃないといけないわけです。で、まあ、それを実現するために、例えば、この MML 文書の中身をちょっと取り出した部分なんですけれども、文書ごと、文書っていうのは、病名とか検査の結果とか処方とかそういう単位なんですけれども、そういう文書ごとに最初のところにですね、例えば作成をした施設の人は全て見ている、で、他の病院は読むだけ、書き直しちゃいけない、で、非記載者とか、ペーシャントですね、患者さんはどこに書いてあるかな、リード、見るだけというふうなことが、だからこれがもし何だったら患者さんには見せないということになります。で、そういう細かいコントロールが MML ではできるようになっているということです。で、もう一つ あまり派手ではないんですけれども非常に重要なもの、クレームフェアというのがあります。で、これは、今宮崎大学教授をやっている荒木先生が中心になって尽力されたものですけれども、まあ、要するに例えばスモールベンダーの代表で高橋先生すいませんけども、ワインとかオープンドルみたいな小さなベンダーが作っている電子カルテがある。で、ところがその電子カルテを作っているベンダーさんは維持システムまでやるのは非常に大変なんですね。これ2年に1度大改定があったりしますので、なので維持システムとこの電子カルテ部分、まあ、オーダーと医療文書なんですけれども、これのこの機能を、まあ、お互いにクレームという企画で、まあ、結びつけましょう。例えばここでオーダーをしたらクレームフォーマットでこちらに送るとちゃんと維持の計算をして返してくるというふうなことなんですけど、ね、そういうふうなことができるようになりました。で、その、まあ、おかげで例えばワインとオルカ、オープンドリンとオルカが一緒に機能するということができるようになりました。で、それからあとコスト分析に関してはフェアというフォーマットでもって出力をして分析をする。で、ここにマーキュリーと書いてありますけれども、これは私たちが荒木先生中心にやった文科省のアプリケーションがもう
まあ、商用添加されたというふうなバージョンですね。でこれはあのオルカをオープンドルフィンにつないだ時の写真です。これはいつでしたか、まあ、2001年ですね。これは非常に画期的でしたね。で、非常に嬉しそうな顔してますね。で、フェアなどを使ったコスト分析データは我々も非常に多用してまして、マーキュリーとそれからジョイという我々が作ったシステム、可視化システムなんですけども、あのデータを、グラフ化する仕組みですね。こういうふうなものを使って、コスト分析をやりながらあの病院の運営に役立たせるようになっているということです。でこれは、運営企画室ですね。私がずっと、室長としてやっていた組織です。毎週ミーティングをしていますけども、まあ、その時にそういうデータを、見ると見ながら参考にしながら、計画を練るということをしていました。で、まあ、これに関するクレームフェアに関するあの論文がたくさん出ています。で、EHR なんですけれども、まあ、歴史っていうのは先ほど申し上げていますように、もう最初この95年ぐらいからもうすでにそれは意識していたわけですけれども、その具体的に見える形でそれができてきたのは2001年ですね。ドルフィンプロジェクトからです。で現在は、2011年に SARS、 そのサービスでもって、まあ、サービスを提供するような形に今変化してきています。で、ドルフィン全史と書いてありますが、これはあの、1997年にこれロンドンで発表したやつなんですけれども、要はいろんな病院のデータが、ここに電子カルテのデータがありますけれども、それをのですね、まあ、目次みたいなものですね、それをこちらに置く GMHD と書いてあるんですけど、グローバルメディカルヒストリーデータです。要するに、今日昼のセッションであったあの ID リンクとかヒューマンブリッジなんかと全く同じ考えですね。で、インデックスを共有してお互いに情報の交換をしましょうという考え方です。でデータそのものが分散しているということですね。で、アイドルフィンのコンセプトが誕生したのは99年の2月4日です。でこれはあの天城峠です。あの伊豆の踊り子の川端康成の、 あの宿に泊まって、この3人で稲川さん、長友さん、私とでいろいろあれこれ議論をして、まあやはりこうデータセンターがあって、で、まあ、それにデータを格納してそれぞれが利用するという形が一番いいだろうというふうな結論に達しました。で、まあ、それから2年後に、実際にそのデータセンターを作る機会を得るわけです。で、基本概念としてはですね、患者向けのデータ開示 B2C ですね。それから医療機関同士のデータ共有をする、これ B2B、 これは今盛んに行われるようになりました。それからもう一つ、データの二次利用研究などを目的としたものですね。でこれは造語、我々の作った造語ですけど B2R リサーチということですね。この3つがあのやるべきことであるというふうに、考えるようになりました。で、まあ、この10年間はですね、この2つを中心にやってきました。で、まあ、10年前の、京都でやった確か9年前ですか、市外ミーティングの時にその B2R の話をしましたけれども、まだまだ盛り上がるような雰囲気ではなかったと思います。おはようプラムです。医療の IT 化が言われていますが、今日から熊本市内の3つの病院と10両の診療所を結んで電子カルテの試みが始まります。はい、その意味について佐藤解説委員に聞きます。おはようございます。おはようございます。広域電子カルテとなっていますが、これはどういう意味ですか。一人の患者さんのカルテを複数の医療機関で共有しようというものなんですね。はい、カルテを電子化してネットワークで結びます。今までそれぞれ独自に電子化していたんですけれども、その間をつなぐ方法を標準化しまして、データのやり取りができるようにしたというものなんですね。で具体的に言いますと、患者さんは近くのお医者さんに行きますよね。それで診察を受けます。で例えばその精密検査が必要ですとか、あるいは手術が必要な場合、大学病院に行かなくてはいけない。患者さんの同意を得て地域のセンターにその電子カルテを送ります。
そうしますと、この大学病院ではこれを見ることによって、例えば検査のデータなどわかります。で、ここで例えば手術をしますよね。どんな治療をしたかということを書き込みます。あるいは画像のデータなどもここに送ります。そうすると退院した後、また近くの会議の先生はこのデータをもとに治療を続けることができるということです。紹介状も必要ありませんし、何度も検査したりすることもなくなります。薬が重複するということもなくなります。医療の効率化と質の向上につながるというわけです。でもう一つ大きいのは、患者さんがですね、自分でこのデータを自分のパソコンで見ることができるということで、カルテの開示にもつながるというわけです。これうまくいくんでしょうか。課題はたくさんあるんですね。情報漏れなどのこうセキュリティの問題ですとか、あるいはカルテの改ざんなどができないようにチェックする仕組み、こうしたハード面がうまく動くかどうか。もう一つ大きいのは意識の方ですね。医療機関が最終的にカルテ開示につながるようなものに積極的になるのかどうか、あるいは患者の側がそれを望むかといったようなこともあります。で、実はこれは経済産業省の26あるプロジェクトの一つでありまして、地域で医療情報をどうネットワーク化して医療の無駄を省いて患者通信の効率的な医療にするかと、さまざまな試みが今各地で行われようとしています。患者にとってはどういうメリットがあるんですか？とても大きいと思うんですね。これ考え方を変えればですね、患者の電子カルテがあって、そこにいろんな医療機関がその情報を書き込んでいくという仕組みだとも言えるんですね。ということはカルテは患者のものになりまして、医療情報の開示につながります。納得して医療を受けるということにつながると思いますし、まあ、セカンドオピニオン、他のお医者さんの意見を聞くのも簡単になります。それからこれ計算のシステムともつながってますので、そういう意味では診療報酬支払いの開示にもつながるというわけです。で、この医療の分野というのは IT 化が最も遅れている分野の一つと言われているんですけれども、こうした環境整備がですね、医療の中身そのものを変えていく可能性がとても大きいと私は思っています。この話、この報道が2001年で12年前です。で、もっと加速 すればよかったと思うんですけども、この間いろんなところ諸外国にですね、 EHR に関しては追い抜かれてしまったということです。で、現在ですね、ちょっと変わりましたけど、このあと数年してから、熊本、宮崎、そして京都、東京と4つのデータセンターができたわけです。で、実際には患者さんが申し込んでこられてアカウントを作って、でその申し込んだアカウントはこれですよということを病院とかクリニックに知らせます。でそうすると病院クリニックからはデータが送られるという仕組みですね。そうするとここに集まりますから、それを、連携医療に使ったりデータ開示に使ったりできるという仕組みです。で、今我々のプロジェクトを整理するとこうなっていて、こちらがユーザーなんですけど、病院とかクリニックがあります。で、エンドユーザーがいます。で、これは主に患者さんですね。で、地域にセンターがあって、それからこれは全国版なんですけども、携帯電話とそれから iPad 用の中継サーバーみたいなものがあります。で、国レベルではスーパードルフィンといって、地域ごとに違う ID を持ってしまった個人のデータを内寄せする仕組みというのが動いています。そして、これは実験レベルですけれども、中国との間で、グローバルドルフィンというやはり国際名寄せシステムですね、が動いていて、で、向こうのアイドルフィンに入ったデータをこちらから見ることができるというふうな仕組みになっています。で、マイコネット、NPO が運営しておりますけれども、PC でアクセスするとこういうふうな画面で、こちらからログインして自分の ID とパスワードを打つと、それが使える、自分の電子カルテが見えるという仕組みになっています。で、今日ご紹介するのは iPad 版をちょっとご紹介して、これはちょっと省略いたします。で、マイコネット今ドキュメントアップロード数が6000万ぐらいになっていて、アクセス数がだいたい1万8000回で、で、患者さんの ID の動画なんですけど、これちょっと鈍ってますけど、これは病院の事情によるものです。で、やはり40代から60代のユーザーが非常に多いということですね。そして、ウィークデーのアクセスが主になっていまして、
これは外来にかかって翌日ぐらいに結果を見たいという行動から来ていると思います。でちょっとデモをしますが、すいません、3番ですかね、切り替えて、そうですね、これが平山さんという方がですね、作ってくださったもので、今一般に公開されているんですね。iPad にダウンロードしますと、こういうふうに見ることができます。例えば、今すべてになってますけれども、例えば、経過記録だけとかですね、権歴情報だけとか、それからサマリーだけというふうな選び方ができて、そしてこちらを押しますと、その内容が見えます。これは何年か前に私が、食中毒で入院したというものですね。それからちょっと恥ずかしいのはちょっと権歴見ますと、まあ、こういうふうに何がどうだというのが分かります。で例えばこれをクリックしますと、経過記録はグラフとして見える、2007年からのデータがずっと、この部分というのはちょうど入院した時のデータですね。非常にGPT が上がっていますけれども、まあ、こういうふうなことができます。で iPad 版の特徴というのは、こちらに一度アクセスをしますと、ここに全部たまるようになっていますので、例えば大震災とか、まあ、なんか災害があった時に、インフラが途絶しても、まあ、これさえあれば持って逃げられるんですね。ネットワークも全部潰れますので震災の時は。なので、個人別にこういうものが持てると、随分安心であるということになります。すいません、2番に戻してください。で、平山さんに感謝したいと思います。これからもどんどんアップデートしていただければと思います。今日お見えになってますよ、ね。今後の課題ですけれども、データセンターの共有化っていうのが先ほどはバラバラだったんですけれども、一つはですね、対災害ということを考えて遠隔地にやはり持った方がいいだろうということと、より強いということでクラウド化を今後 していければと思っています。で、その結果、特にクラウド化ではその経済性がかなり良くなってくるというふうに思います。で実際この2011年にSARS化したわけですけれども、これはこういうことでした。熊本、宮崎、京都、東京都、これは違う東京なんですけれども、京都のプロジェクトは、もう実はこちら側に、北海道に全部移動しまして、こちら側のサービスを受けているという状態になっています。で、こちら側で、アイドルフィンが動いていて、そして地域プロジェクト、マイコネットが動いていて、近い将来、今年来年のうち だと思いますけども、長浜とか琉球ネットが動く。そしてもう一つ、これはインドタウンクリニック のサービスなんですけど、それは同じものをクローン化したもので立ち上げたもので、その上で動くというふうな予定になっています。でこれもおそらく 来年ぐらいにはもう動くことになると思います。 ですから、京大とか府立医大の場合はデータがこちら側にあるので、特に京大は全部送ってますので、何か災害があってもこちら側に保全されているという状況になっております。で、EHR はここにとどまるわけにいきませんので、特にその B2R ですね、研究利用を進めたいというふうに考えています。でその一つの大きなフィールドが長浜です。でもうすでに長浜ゼロ事故法と予防故法と事業というのが、もうすでに5年を経過しておりまして、1082人の方で、こういう年齢幅の方ですけども、ずっと経過観察をしているわけですね。で遺伝子情報を最初の検診で取って、でその後5年ごとにずっと検査を続けている。でその5年の間のフォローアップというのをこの EHR でやろうという計画が進んでおります。で長浜の場合、その3つの基幹病院がここにありますけれども、ほとんどの市民の方がこちらにかかられるので、
ここのデータを全部こちらに上げて、そして開示サービスとともに合意を許諾をいただいた患者さんに限りですけれども、行政がそれをデータを取り出して匿名化をして京大に渡すというプロセスですね。これを進めようということになっております。で、まあ、そのため の新たな仕組みっていうのがいろいろ必要なんですけれども、その開発ももう進んでおりまして、まあ、これ全体をピードルフィンと呼んでおりますけれども、今回開発しているのが開発者用のインターフェースですね。それからそれを使った新たな文書表示システム、それからあと ID をですね、発行する仕組みなんですけど、これは今までは、順番に ID をずっと振っていってたんですけれども、他の地域でもし同じような仕組みが動いた場合、同じ人に違う番号が振られる可能性があるんですね。なので、いわゆる住基番号ですね、住民基本台帳番号、これに、をそのシードと言いますけれども、要するに種にしたユニークな番号を発生させる仕組みというのを開発しております。それからあとこのアイドルフィンノティファイヤーというのはプッシュ型の情報通知機能で、まあ、この iPad などもそうなんですけれども、まあ、この仕組みは携帯にその新たな情報があったらもうプッシュ型で送ってしまうという仕組みです。それと、HL7 で出力するケースが結構ありますので、それをMML にマッピングしてしまうという仕組み、それからあとそれ以外の、HL7 以外のものが来ても全部 MML にマッピングしてしまうという仕組み、これは近々作られる予定になっております。で、まあ、これは全体のまとめみたいな感じなんですけれども、まあ、要は実名系のデータベースというのと匿名系のデータベースで我々は両方やっていまして、一つはアイドルフィンP ドルフィンでに象徴されるような EHR の仕組みで、もう一つはシサという匿名化データベースなんですけど、まあ、こういうものも独立してやっている。で、今14の大学病院がこれに参加してくださっていますけれども、で、まあ、これをさらに推し進めようというのが、まあ、私が今回情報学研究科で立ち上げさせていただいた EHR 共同研究講座になるわけですけども、そこで、まあ、この仕組みも、どんどん進めていきたいと思っています。で、本来こちらのデータがこの匿名化データの方に行くということが望まれるところなんですけれども、まあ、いろいろと難しい問題はまだはらんでおりますので、まあ、国民的な合意が得られるまではなかなかこれ難しいかもしれません。ただそこら辺の法律の整備などですね、今後進めていただく必要があると思っています。で、まあ、シサは、まあ、こんな感じで、14の大学が集まって社団法人を作っていまして、ここに、データを集めている。で、それをいろんな立場の方々が利用するというふうな仕組みです。で、データの内容はこんな感じなんですけれども、維持系のデータが中心なので、処方、それから病名ですね、病名これですね、そういうものが中心です。で、まあ、これに、検査のデータなどを加えていく必要があると思っています。これが、まあ、参加している大学のリストです。で、今後やるべきことなんですけれども、やはりその基盤整備に資金投入する必要があるだろうと思います。で、諸外国は、国民1人当たり $60ぐらいを投入しています。で、日本円に換算すると約7000億円ぐらいですね。で、まあ、これぐらい投入してもいいんだろうと思います。例えばカナダなどはですね、連邦政府が全体の青写真を書いて、そしてこれはその青写真ですけれども、州政府ごとにこれをこの機能を作りなさいということでデータセンターを作ってるわけですね。で、それを医療機関などが利用するというふうな仕組みになっています。なので今民間企業ベースで進みつつある仕組みなんですけれども、まあ、先ほどのセッションでも議論がありましたけれども、まあ、こういうふうな諸外国の例っていうのもやはり参考にすべきではないかと思います。で、まあ、これはそのカナダの様子ですね。開業の先生のところに EHR と自前の電子カルテ両方並んでいる。で、新たな患者さんが来たときはこちら側を見れば履歴は分かるという仕組みになっています。で、課題です。山積しています。
でやはり、国家的なマイルストーンの設定が必要で、それには財政の裏付けが必要です。で、まあ、政治家がもっと頑張ってほしいと思っています。で、繰り返し繰り返し実験と称してですね、2、3年で終わるようなプロジェクトを今までも嫌というほど続けてきて何にも残ってないんですね。もうそれは避けたいと思います。でそれから、ユーザーの拡大、これはまあまあ、方法はいろいろあるとは思うんですけれども、ちょっと我々がなかなかうまくいけなかった部分で、このあたりは例えば医療系チャンネル以外でも、そういうふうな誘い水をかけるようなですね、ことができればと思います。それから、まあ、二次利用の促進、それからあとサーバーの進化させる、まあ、クラウド化、機能強化で、場合によってはもうリニューアルしてしまうということも必要。それからデータ収集の方式なんですけれども、オンラインだけに頼るのはやはりちょっと無理があるので、二次元バーコードなどもですね、まあ、ある意味ローテクも使うということですね。それとあと運営基盤の強化、 NPO だけではやはり無理なところがありますので、EHR サービスプロバイダーと書きましたが、要するに企業が EHR サービスを供給するというふうな時代が来てもいいんじゃないかなと思います。で、4月からですね、私は今現在この場所はここですね。で今ここにいます。丹波口というと五条通りのちょっと西の方なんですが、ここは西王子ですね。ここまで自宅はこの辺りですけど、自転車で8キロ通っております。これがその KRP の9号館ですね。ここの5階におります。近くに来られた時はぜひおいでいただきたいと思います。でこれは内部です。で、まあ、こんな感じで、仕事をしているということです。で、まあ、これが最後になりますけれども、いろんな方にお世話になりました。感謝もさせたいと思います。千葉医大の皆さん、それから、千葉大の山崎先生、菱木先生、菱木先生は東大ですね。で大橋先生、これは最初にお会いした時ですよ、多分そうですね、これは。で高橋先生、いろんな新たな、インスピレーションを与えていただきました。ありがとうございました。それから、アイドルフィンのおよびオープンドルフィンの開発に、中心メンバーですね、鈴木さん、皆川さん、有田さん、中島さん、そして、宮崎の佐藤南紀さんで、宮崎のチーム、まあ、随分若い頃の写真です。で熊本のチームですね。で、情報学研究科の先生方、どうもいろいろとお世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします。それから京大のチームです。これは私が赴任した当時です。なんか一番偉いみたいな感じでそれからアラン・ケイさんですね。これ恐れを知らぬ大学院生たちですとてもこの人の横で肩組んでピースなんてもできないそれからこれ事務の方ですけど、京大の事務も本当に強力で、本当に助かっています。でそれからこれは京大の最近の写真ですね、チームですね。それから運営企画室の皆さん方で、執行部の皆さん方ですね、大変お世話になりました。で同盟会の皆様、どうも本当にお世話になっております。で今後ともどうぞよろしくお願いします。で最後家族です。これはつい最近の写真です。で今後ともどうぞよろしくお願いしますどうもありがとうございました。